タル機器、放送機器関係、こういったところに強かったんです。元はスチューダーの、エンジニアだったんです。で、デジタルレコーダーですとか、が多かったかな。まあ、デジタルエクイプメントの関係を開発されて、でもう一人、ワイズと同じ、立場の人で、アンドレア・コッツという人がいます。この人も、ワイズ・ダンスですね、スチューダーにいて、やっぱり外に出てきて、SACD の企画、それから編集フォーマット、こういったものを、作り上げました。 SACD で実現するときに、実際 SACD はいいんだけど編集するソフトがなかったんですね。で、それの開発、それからスタジオ用の編集機、こういうのを手掛けてきて、今は、プレイバックデザインズっていう、SACD プレイヤーを作ってる、まあ、社長ですけどね。まあ、やっぱりスチューダー出身というのは、その他にも、まあ、いろんな業界で、躍進した方が多いと思います。で、 USB ダック、それから FireWire ダック、もしもお選びになるとしたら、これは絶対に 44.1-16bit の音の良さでまず選んでほしい。いきなり今ね、ハイレゾの音源がいっぱい売ってますけどね、ハイレゾ持ってって聞いてもね、ピンと来ないかもしれない、聞き慣れてないから。で、やっぱりね、44.1-16bit の音がやっぱり心に響いてこないと、まあハイレゾの音源聞いてもちょっとピンと来ないんじゃないかなと僕は思うんですね。で、44.1 の、ちょっと音源を聞いてみたいと思うんですが、皆さんのリクエストでもう一度シングルに戻してほしいというお話がありましたので、ちょっと、44.1-16bit で、先ほどのカサンドラ・ウィルソンのアルバムをちょっとかけてみます。ちょっと曲が違いますね。